こんにちは。楽天証券経済研究所客員研究員山崎はじめです。今回は2世代運用の進めという、タイトルでお話をしたいと思います。例えば高齢の親がいて、で子供がいるというような、こういう状況で、特にこう親のお金を子供も一緒に管理するというような、そういうこう運用のこうスタイルを、普及していきたいな、そういう形で、親のお金を運用すると、いいのではないかということで、こう2世代運用ということをこう強くお勧めしたいと思います。よく、住宅の世界でこう2世帯住宅とかってありますよね。こう親の世帯と、それからその子供の、世帯とがこう、一つのこう屋根のこう下で、暮らすっていうような、ちょっとあれとも似てるのかなというふうに、思うんですけれども、この頃はこう例えば公園みたいなところでこうお金の運用についてこうお話しするときに、よくこう親の資産に、注意してください、親の資産がどういう状態になってるかということに、関心を持つことがすごく大切ですよというふうに、申し上げます。で、確かにそうなんですね。こう例えばこう30代40代ぐらいで、現在資産形成期にこうあるそういうこうビジネスパーソンの方が、もちろんそのこう自分自身の運用ということも大切なんですけれども、実はこう親は、もっと大きなこう資産を往々にして持っていますし、でその運用がこ う, うまくいってるのかどうなのかっていうことが実はすごく重要です。でその将来は、こう家として考えると相続が発生するので、じゃあその親のこう資産が効率よく増えてるかそうでもないか、このことの効果っていうのは、こう例えば30代40代で自分がどういうふうに運用してこう資産を増やしているかっていうことの効果よりもずっと大きいことがある。それからもう一つはこう実際にその親の資産運用っていうようなものがこうどうなってるかっていうことで言うと、例えばこう離れて住んでるような場合に里帰りして、でそれで、どうなってますかっていうようなことをこうちょっとこう親と話をして、確認してみると相当ひどいことになっている、ケースっていうのは少なくありません。例えばこう大手の証券会社なんかにこう勤めているこう知り合いなんかの話を聞くと、対面営業の大手の証券会社なので、親はこうその自分の子供が勤めている証券会社に、口座を持っていたりするわけなんですけれども、で、その子供がこう親の、口座を見て、改めて驚くことがあったりします。やっぱりこうそこにこう資産があれば、セールスマンは、いろんなものをこう進めてきますし、それは証券会社側が儲かるものを進めるということが多いわけで、その親にとって効率的な運用になっていないケースというのが少なくない。で、しかもその何か進められるときっといいんだろうっていうようなことで、親の方でもじゃあそれでいいよっていうようなことで、じゃあ例えば投資信託をこう売ったり買ったり、あるいはこう最近多いのは外貨建ての保険っていうようなものがこう多かったりしますけれども、そういうものがこう親のこう金融口座の中にドカッと入ってる、そういうケースが少なくないので、まずはこう親のこう資産がどういう状況になってるかということに興味を持っていただきたいというふうに思います。で、もう一つそのこういわゆるファイナンシャルプランニングっていうようなことを考えると、通常こう一人のこう人の人生でこう資産を形成していって、でこう例えばこうリタイアして年金をもらいながら資産をこう取り崩していくっていうような、そういうこう形をこう、イメージして、で、それでこうストーリーが完結するっていうようなことが多いんですけれども、そうなるとこう高齢期になるとリスクを縮小しましょうっていうような、そういうこう運用が推奨されることが多いですよね。だから例えば確定拠出年金でもライフサイクルファンドみたいなもの、あるいはターゲットイヤーファンドって言われるようなタイプのものは、お金がこうたまって高齢になってくるとこうリスク資産のウェイトを下げるっていうことが多いんですけれども、
例えばでも親が将来生活に必要な金額っていうようなものが、まあ大体取り崩し額がこう見えてくるとする、例えばこう3000万円あれば十分だろうっていうふうにこう見えた時に、例えば、まあそれ5000万とか1億とかっていうような資産を持っていると、それは全額リスク資産であっても全然こう問題はない、まあ、例えばこう下げ相場にぶつかって、まあ、資産額が減ったとしても親のこう生活にはまあ十分であるっていうことを考えると、必ずしもその高齢期にリスクの資産の比率を縮小するということが適切ではないんですね。でしかもそのこう高齢期に資産を運用するっていうことが相続人の、こうまあ、立場っていうかこう利益を考えると、こう親のこう最後の、まあ、仮にその10年とか15年とか、まあ、10年じゃなくてもその 5年間でこうあるとしても、この最後の5年をこう資産運用をこう有効に、しないで、まあ、例えばこう現金的なもの、債権的なものの比率を増やしていくっていうようなことは、こう親子2世代で考えると、非常にこう効率が悪いということがあります。それから、まあ、相続っていうようなことを考えると、例えばこう子供が2人いたりすると、一旦現金化されて、で、まあ、現金で相続されて、それがこうなかなか、こうまた再投資されないっていうような、まあ、そういう、まあ、ケースもあります。まあ、これをこう親の世代、それからまあ子どもの世代ということをこう合わせてみると、運用としてこう非常にこう非効率的な運用になっている場合が多いんではないか。でじゃ まあそこはこう親の世代と子どもの世代と親子がまあ協力して資産を運用するといいんじゃないかという、まあ、そういう意味でこの2世代運用というものをこう進めしたいと思います。でこうじゃあ2世代運用を、まあ、する場合のこう要点っていうことなんですけれども、基本的にその親と子どもが協力して運用するということですね。だからまあ親の資産をこう運用するということと、まあ、それがこう将来の残ったものはこう相続の対象にもなるということを、こう認識した上で、じゃあその子どもの、まあ、資産の運用ということと、まあ、本当はこの2つのこうポートフォリオをこう合わせて考えるというようなことでいいのかなというふうに思います。で、こう、じゃあ親の資産運用、親の資産運用を、まあ、そのさらに子どもがこう面倒を見ていくっていうような、まあ、そういう形で親子で協力して資産運用しましょうということです。で、じゃあその親の資産運用を子どもがサポートするときのその形として、一つは例えばまあ親もだんだん高齢になってくると、まあ、銀行に行って、あるいは証券会社に行って、直接行ってこう、まあ、取引をするっていうようなことが、まあ、だんだん難しくなってくることがあります。で、まあ、そういうふうになった場合に、親がこう意思を表明できる段階、まあ、大体こう、まあ、75歳か80歳ぐらいのところで考えるといいんだと思いますけれども、親の財産を親の意思によってこう、まあ、こう運用するんですけれども建前としては、でこう子どもが、その金融機関と取引をする、まあ、代理人となるというような、契約ですね、まあ、財産管理等委任契約っていうふうに言いますけれども、まあ、そういう契約をこう作る、でかつその財産管理等委任契約にくっつける形で、将来その必要性が、生じた場合、まあ、具体的にはこうに例えば認知症が進んだというような場合に後見人として、例えばまあ子どもを指名する、まあ、これは任意後見というふうにこう言いますけれども、親がこう意思を表明できる間に、こうまあ自分がこうもし、まあ将来必要になったら、後見人は、まあ子どもにということを、まあ契約書に、書いておくということですね。で、まあ、そういうふうにしないと将来、こう認知症が進んできて、でまあ、その後見人をこうつけようということで家庭裁判所に後見人の選任をこう、まあ、頼んだ場合に、まあ、子どもがこう例えば自分を推薦しても後見人にしてもらえないケースというのは少なくありません。まあ、特にこう親の預金額が大きい場合に手数料がこう高く発生するので、まあ、実はこう例えば、司法書士であるとか、弁護士がまあ、いわゆるそういう職業後見人が
その後継人に選任されるケースがあります。まあ、そうすると、例えばこう毎月数万円というようなこう手数料がかかっていく。で、まあ、しかもその後継人をこう外すっていうことができないんですよね。で、かつその親の、こう財産のこう、まあ、処分って言いますか、例えばそれでこう株式を買おうとか、あるいはまあ生活費のためにこう取り崩そうとかっていうことが、非常に不自由になる場合が、多いので、まあ、そのこう将来後継がどうしても必要になった場合に後継人は子供にするんだという、例えばそういう契約を作っておくことが大事です。まあ、これは財産管理等委任契約か任意後継契約、まあ、こういった単語でネットで検索していただくと、その公証人役場の方がこう作った契約書のサンプルみたいなものがこうたくさん出てきますので、研究していただいて、で、まあ、公証人役場に行って、で、まあ、そういう契約書を作ると、まあ、大体数万円の手数料でできますけれども、作っておくといいと思います。で、まあ、ただこう任意後継に、まあ、実際に移行するケースというのは非常に稀で、財産管理等委任契約でこう代理人として子どもが金融機関とお金のやり取りをする、親の、まあ、金融資産のやり取りをするというような形で、まあ、ずっと管理していくということが、まあ、多いかと思います。まあ、ただその不動産の処分をしなきゃいけないとか、まあ、そういう時にどうしても後継人が必要になることがありますので、で、まあ、その場合には子どもが後継人になるような形で、まあ、その後継をスタートする。まあ、ただ、子どもが後継人になった場合に、後継人に監督人というのをつけられる形があるんですね。だから、まあ、それは別にこういらないってこう率直に思わなくもないんですけれども、例えばこう相続でこう子ども同士が揉めたりするようなケースもありますし、あるいはこう親の財産を子どもが勝手に使ってしまうというようなことを避けるために、これも司法書士であるとか弁護士だとかをこう監督人としてつけられる形になりますので、まあ、でも監督人がつくと、はい、まあ監督人に対する手数料が発生します。まあ、そういう意味では財産管理と委任契約のこうままで財産を管理できる間は管理していくというような形がいいのかなというふうに思います。まあ、親本人もなかなかこう自分が将来認知症になるかもしれないというようなことを想像するのはこうあまり楽しいことではないかもしれないんですけれども、やはりまあそのこう数としては相当のこう数の方が高齢期、まあ後期高齢者になってこう年数を重ねていくと認知症になることがあるので、まあ親のこう認知症の対策ということは重要です。で、もう一つ重要なのはですね、こう親と、こう金融機関との関係、これをこう整理するということが結構重要かなというふうに、思います。まあ、親はどうしてもこう金融機関を、まあ、それがこう銀行であれ証券会社であれ、あるいはこうゆうちょ銀行であったりしますが、まあ、その金融機関の、まあ、担当者をこう過剰に、信用しているケースというのは少なくありません。で、こうかつそのどうしてもこうセールスされてしまうと、じゃあ分かりましたっていうようなことで応じてしまうということが多いので、まあ、この楽天証券の投資ルで今お話をしているわけなので、親御さんと一緒にこうネット証券をこう使っていただくっていうことにこうなるといいんですけれども、ただこう例えば対面営業の、まあ、金融機関と、こうずっと取引をしたいっていう、こう親御さんもいらっしゃいますよね。で、まあ、そういったケースで、まあ、例えばこう子どもと親と、こうまあ揃って、まあ、例えばまあ証券会社なら証券会社、銀行なら銀行に行って、例えばもうこの親はもう高齢なので、今後こうリスク商品に関する営業をこう一切しないでくれというふうにこう言って、で、こうもう営業いりませんっていう、まあ、そういう意思表示をこうしてくるといいと思います。で、まあ、それはそこまでしなきゃいけないのかってこう思うかもしれませんけれども、まあ、どうもその多くのこうケースを見ていると、でその高齢のこう親の、まあ、金融資産の管理というものがこう非常にこう非効率的になっていて、金融、機関の、こう営業のこう支配下にある場合が多いので、もう今までお世話になりましたと、今後、この親には、
リスク商品の営業は不要なので、よろしくお願いしますということを、まあ、その担当者と、それからまあ担当者の上司の方ですね、上司の方とに、こうまあ、あのしっかりと申し入れて、で、まあ、その親のこう、まあ、資産、まあ、最終的にまあどういう形にするかということですけれども、どうしても減らしたくないっていう資産については、まあ個人向け国債の変動金利型10年満期がまあ無難であるかと思います。で、まあそれ以外、結構あのこう子どもと親と2世代で運用するんだということを考えると、リスクを取ることができるケースがまあ少なくないと思うんですよね。で、じゃあその子どもがこうあの自分の相続財産がこう変動するという、それをこうリスクとしてこう認識して、親の財産と子どもの財産とこう合わせて管理するというような考え方で管理をしていけば、例えばその親のこう財産をインデックスファンドにまとう、まあ、全世界株式のまあ日本を含むもののインデックスファンドがまあいいんではないかというふうにお勧めしたいと思いますけれども、インデックスファンドで運用するということでいいかなというふうに思います。でこうインデックスファンドで手数料の安いもの、まあ、例えばあの11ベーシスとか12ベーシスとかというぐらいの、まあ、あのそうい う, こうインデックスファンドを今ネット証券だと選ぶことがこうできますけれども、親があのどうしても対面営業の、こうまあ、証券会社で取引をしたいというようなケースの場合にですね、対面営業の窓口だとインデックスファンドの手数料の安いものっていうのをこう取り扱ってないケースが多いんですよね。でこう例えば、ね、あのネット取引専門にすると一応インデックスファンドはありますっていうようなことをこうの説明されるケースもあるんですけれども、でもそれを調べてみると結構手数料の高いもので、あったりするケースが多い。まあ、あのこう昔作られたインデックスファンドですと、例えば日経平均のインデックスファンドなのに手数料が 0.5% とか 6% とかっていうようなひどく高いものがあったりしますので、ちょっとそういうものは選びたくない。で、まあ、しかしその対面営業の窓口だとインデックスファンドのこう、まあ、手数料の安いものの扱いがありませんってこう言われるケースがあるんですが、そういう時には ETF を選んでいただくといいと思います。ETF でこう全世界の株式に投資するような ETF、まあ、ありますので、ETF であれば、まあ、証券会社であれば上場株式と同様にこう売り買いができるわけですから購入することができる。まあ、もちろんこう ETF をこう買って、あとはもう長期投資でこうじっと置いておくわけで、まあ、その ETF でこう売り買いがこうまあ容易にできるからといって売り買いはしませんよということもあの証券会社にこうまあ申し入れた上で、じゃあ例えばまあ親のこう財産をまあ全額 ETF にするということでもいい場合があるでしょうし、あるいはこうまたどうしても減らしたくないお金は、じゃあこう例えば仮に4000万なら4000万あって、2000万円は個人向け国債で2000万円は ETF ですというような、まあ例えばそういう形でポートフォリオというかこう運用体制を作って、でまあそれをこう子どもが管理をするというような形でこう運用していく。でまあ親の最晩年のこう何年間かというような期間も無駄にせずにこう運用をこう続けていくということがいいのではないのかなというふうに思います。まあ、もちろんこれこう運用ということの理屈から言うと、親の運用とまあ子どもの運用とも関連してきますので、親子のこうポートフォリオを合わせた状態で、まあもちろんこう将来のこう相続がどうなるかっていう問題もありますけれども、相続も意識した上で運用をまあ管理していくと、親子でまあ管理すると、まあ、あの必ずしも子どもでなくてもいいのかもしれないんですけれども、まあ、一番典型的には親子かなというふうに思うので、まあ2世代運用というような、まあ考え方で、こうぜひ取り組んでいただきたい。まあ何はともあれ、まずあのこう、見ていらっしゃる方は親御さんのですね、あのこうポートフォリオがどうなっているか、まあ金融資産が今どういう状態にあるかということについて、まあ、あのチェックを、されるといいと思います。それはもうあの本当に、まあ、いいと思うし、まあ、そのことの、まあ、効果が非常に大きいというあのケースが、多いので、まあ、ぜひ
まずはそこの確認からやってみてください。どうもありがとうございました。二世代運用、ぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。ありがとうございました。この動画が参考になったというふうに思われた方、良かったなというふうに思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録と、それからいいねっていうような高評価のボタンを押していただけると、話をしている側としてはとっても励みになりますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。